本日ご紹介するこちらの本はポテリ陶器という本で、イギリスのルーシー・デイビッドさんが書かれた本です。こちらにはですね、簡単な乾かすだけで使える粘土の作り方も書いてありまして、材料もベーキングソーダとコーンスターチだけで作れる、そんなレシピも載っています。これ色なんかもフードカラーなんか使ったらもっといいのかもしれませんね。とても可愛い手作り感のあるものなんですが、不器用な私でも作れそうなものもいっぱいあって、これなんかも縁に金箔塗るっていうアイデアは素敵ですよね。こういうのも簡単に作れそうですよね。三角に切るだけなので、これはミニマリストインドアプランターというもので、ちっちゃなこういったものを入れるのも可愛いですよね。作り方もとても簡単そうです。こちらはちょっと工作が苦手な私には難しいかなと思いましたが、このお皿、これも可愛いですよね。作ってみたいと思います。作り方も本当簡単なので、皆さんも試しになってみてください。かわいいクラフトの本のご紹介でした。こちらの本も Amazon から購入が可能です。概要欄の方に Amazon のリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた。